では、カレン B、その後。始まり始まりだな。先に聞かせてもらっていいかしら。あの詐欺師はどれくらい出てくるのがっつり出てくるって言っても、相対的には一瞬なのよね。3秒くらいでしょ ?3 秒を出番と言っていいのかうーん。戦場ヶ原先輩、これは非常に言いづらいことなので、覚悟して聞いてほしいのだが。何よ、その怖い前振りは。A パートが全部回帰だ 帰らせていただきます。また大人に怒られるぞ大人を蹴散らして帰るわ。幸いこの手のスタジオは文房具に溢れていることだしね。ただまあ、逆に言えばエーパートだけだから、このアバンは問題なく見てもらえる荒木くん、一向に服を着ようとしないのだけれど、彼は同じ屋根の下に羽川さんがいることを忘れているのかしらだ、<laughs> うん、忘れているのだ。だからひどい目に遭う。 ひどい目に遭うというか、ひどいものを目にするのが羽川さんじゃないのいい感だな。月さんは別に普通って感じだから、荒ぎ家においては、取り立てて珍しい姿ではないんでしょうね。荒ぎくんのこのスタイルは。これでよく私の露出を責められたものだな。それはそうね。大体、物語シリーズには、家の中では裸派が多すぎるわね。裸っていう字とくるぶしっていう字は似ていてな。文章を読んでいて、足のくるぶしみたいな表現があると、どんな足フェチだと思うことがある。 裸っていう字に敏感に反応するだけじゃなくて、漢字が似ていたらそれでいいのね。だったらもう、ふんどしでもいいんじゃないのふんどしはふんどしのままでも反応する。そうなんだ。 どうやら首を絞められたいよ荒木君が月日さんの首を絞めようとしているわどうしたのだろう月日ちゃんが何か褒められるようなことをしたのかなどうしてそうなる荒木先輩に首を絞めていただけるなんてそんな栄誉はなかなか賜われるものではないだろう羨ましいな月日ちゃん私もいつか荒木先輩に首を絞められたい 私でよければ今すぐ締めてあげるわよ。本当に今すぐ。今この場で直後に。珍しくこの私が武器を使わずに、この白魚のような手を使ってね。怖いぞ、戦場ガラ先輩。本当にあなた、そのうち首じゃなくて手首を締められるわよ。手じゃなくて手錠でね。ああ、でも私は荒々木先輩ほど手錠は似合わないだろうな。あなた、腰縄が似合いそうよね。ああ、猿だけに。 別に私は左手が猿なだけであって、私自身がお猿さんなわけではないのだが。だったら、反省以上のことをしなさいよ。いや、でもな、千条ヶ原先輩。反省の、正の字、帰り見るという字は、少なめと書くだろ。だから反省は少なめでよいのだ。その上に、反って字があるでしょ。少なめの反対だから多めにしなさい。理屈で論破された多めに反省することで、ようやくあなたは物語を畳ためたる、というわけ。 あーここ面白いから聞こう何よ人えっなあ面白いだろ5人ってなあ荒木ららくんそんなに友達いたの5人嘘五5人えっ戦場バ原先輩はそっちサイドで驚くのかやだなんだか荒木ららくんに裏切られた気分5人って言ったらあれでしょ手足で言えば20本でしょ指の数を数えたら100本よ なんだか数え方が猟奇的な気がするのだが、いや、間違ってはいないし、指の数を数えているだけなのだけれど、数えられているのが私たちの指だっていうのが恐怖を加速させるな私なんて、友達、羽川さんしかいないわよ。ちょっと待って、船長小原先輩私はえああ、うん、まあ。曖昧な返事だ あ、私の友達の羽川さんが現れたわ私の友達の羽川さんが常にその前置きがつくのだとすれば重い友情だな私が言った通りになるのねああいや言った通り以上になるああ気をつけるあまあ戦場ヶ原先輩の友達の羽川さんでも驚いたりするんだなっていうシーンなのだがまたいいタイミング <laughs> これでオープニング突入だ今回はオープニング前にタイトルがあったのね <laughs> あらマシュマロ・ジャスティス そろそろ私の二言目が来るのかと思ったけれどだからランダムではないのだ戦場が原先輩戦場が原先輩が出ていないはずに二言目が流れるわけがなかろうただこの元気ソングが今の私には地獄へのカウントダウンにしか聞こえないというのは皮肉と言わざるを得ないわなぜだこんな元気ソングなのにだってこの後の A パートがまるまる詐欺師パートなんでしょあなたさっき言っていたじゃないのああそうだったな で、結局どうするのだ千両原先輩。まあ、本当に大人を蹴散らすわけにもいかないし、さっきみたいに後ろを向いて話すことにするわ。カンバル、あなたできる限り大きな声で、私に画面と関係ない話を振りなさい。関係ない話って。 それはつまり私のフリートートクも禁じるとということだなええ中学時代の私の失敗談なんて話してはダメ私のパブリックイメージが壊れるから画面に背を向けて副音声を収録しようという時点であなたのパブリックイメージも相当めちゃくちゃなような気もするがまあよかろう承った 話でもいいのかこの際一線を越えなければ許可するわ一線というのはどの辺りだうん難しいところではあるけれどここは途上霊に引っかからないラインということにしておきましょうか <laughs> そうだな途上霊の途上霊になってしまわないよう気をつけなければなそんなくだらないことを言ったら後ろ向きのままローリングソバットで顔面を蹴っ飛ばすわよ行動がアクロバットすぎるし千条ヶ原先輩自分のことを棚に上げすぎではないのか カラオケボックスはわーわーわー,わー子供みたいだな。<laughs> というわけでここから。 エッチな子供というテーマで話をしようと思うのだが。いや、都庁来ちゃうでしょ、それは。都庁のお手を煩わせちゃうでしょ。ただな、子供は純真だという考え方を、まず我々は捨てなければならないのではないだろうか。子供くらい下ネタが好きな生き物はいないだろう考えられんぞ、奴らは。そうなのいや、私、ボランティアでよく近場の小学校や幼稚園に行くのだけれど、男子も女子も、危険すぎる。低層の危機しか感じない。どれだけ過激なプレイを要求してくるのだ、お前たち。生に目覚めすぎ だろうと驚くぞいや私はあなたがボランティアでよく近場の小学校や幼稚園に行くということに驚いているのだけれどえ何カンバルあなたそんなことしているのえ普通するだろうボランティアくらい基本私は老人ホームでおじいちゃんおばあちゃんに相手をしてもらう方が合っているのだがなまあでも元気な子供達と遊んでいるとエネルギーがもらえるのも確かだ えあなた何古速にも人生のマイルポイントを貯めているのよ。卑怯者、死ね。人生のマイルポイントって、死ねって。はそんなマイル、使い方がよくわからないままに、すぐに執行するんだから、貯めても無駄よ。何がボランティアよ。サッカーのポジションじゃあるまいし。んボランチかな なるほど。カンバルは私ともボランティアで友達をやってくれているわけだ。それはどうもありがとうございました。善行が嫌いすぎるだろう、う戦場ヶ原先輩。やってられないわ。ああ、カンバルが小学生男子にもみくちゃにされて体操を失えばいいのに。願望がひどすぎるだろうあなたは私の介護だけしていればいいのよ。そんなに毛嫌いしなくても。花な,なら戦場ヶ原先輩も一緒にどうだ私をボランティアに誘ったの それはね、カンバル、雪女を加工に誘ったようなものよ。すごい例えだな。そんな構えなくとも、日曜日に近所の子供と遊ぶくらいの気持ちで行けばよいのに。嫌よ。 言ったことなかったっけ、カンバル。私は子供が嫌いなのよ。ああ、そういえば言っていたな。一人残らず死ねばいいのに。そこまで嫌いだったとは今初めて聞いた。だとすると子供の話なんか絶対にしちゃいけなかったな。条例に引っかかろうと引っかかるまいと。私の可愛いところを見せたところで、そろそろ A パートも終わったかしら。いや、全然。こんな短い A パートがあるわけないだろう。うここで終わったら多分、アバンより短いだろう。うなんでアニメって A パートとかあるのかしらね。アバン、オープニング、B パート、 エンディング、予告、でいいじゃない。A パートの必要性がわからない。地球から戦争がなくならないのは A パートがあるからだと言っても過言ではないでしょうね。 案外見ちゃえば、さらっと見れちゃうかもしれんぞ、戦場が原先輩。今、カレンちゃんが頑張っているところだし、何もコメントしないというのは心苦しいものがある。そうじゃあ私は見ないけれど、あなたが何か言ってあげれば、カレンさんの頑張りにコメントしてあげたら。実際大したものだと思うぞ。あの子のまっすぐさと、それに強情さは。まあ、性格的に近いところがあるから、私はそう思うだけかもしれんがな。 あしかし、さすが詐欺師だと思うのは、なんだろう。言っていることはよく考えたらかなり無理筋なのに、語られていると解き伏せられてしまいそうになる点、だな。ダメよ、カンバル。ダメよ、カンバル。ダメよ、カンバル。騙されてる、騙されてる、騙されてる。洗脳されているわよ、今。あなたバカだから、簡単に洗脳されちゃうから気をつけなさい。さっき私が言ったことを覚えているでしょうね。回帰を見かけたら、はい 一目散に逃げる。それでいいのよ、大丈夫。あいつは足が遅いから。あなたなら簡単に逃げられるはずよ。そうなのか。確かに健康そうには見えないな。ええ。私の一家が騙された時の話だけれど、その際、私が昔陸上部だったことを聞いた時、あいつそう言っていたもの。俺は昔から足が遅かったから、足の速い人間はすごいと思う。みたいなことをね。 それを言われて、私は上機嫌だったわ。この人は信用できるって思ったもの。それ騙されてないかあら詐欺をする一家の子供にうまく取り入っただけだ。あらあら。戦場が原先輩がそうなのだから、カレンちゃんがひるんでしまうのもわからなくもないな。会話になっていないというか、勝負になっていない風もある。余裕すぎるだろう、うあの詐欺師。バトルになっても勝てるつもりだったのかな。 いえいえ、ひ弱よあいつ。ひ弱わひ弱腕相撲で私に負けてたもの。お前にはかなわないなって言っていたもの。体重がなかった頃の戦場ヶ原先輩に負けるってないだろう。それも騙されていたのだぞ、戦場ヶ原先輩。なんと、許せない会計怒りが増していく一方だわ。一番簡単に洗脳されるのは戦場ヶ原先輩かもしれんな。 まあ、そのあたりの話は、この次の巻でやると思うから、ここでの深入りは避けた方がいいと思うけれど、ネタバレになっちゃうから。ネタバレを避けるのが本当に難しい時代になってきたかな。何でもネタになって拡散してしまうから。そうね。前情報なしで楽しむというのは、何事につけ難しくなったものだわ。ジャージのことだけは言うなジャージのことだけは言うなって、 ああ、戦場ヶ原先輩、今、カレンちゃんがな。聞こえたわ。なるべく聞かないように頑張っているけれど、今のは声が大きかったから。今までで一番大きな声で、何を言っているのよ、あの子は。ジャージが誇りか何かなのだろうか。カンバル、あなたって体育会系のくせに、意外とジャージが似合わないわよね。似合わないとか、正面からはっきりと言わないでくれ。自分でも鏡を見て、愕然とするのだから。えこれが私みたいな。 この私にスポーティーな格好が似合わないってどういうことだ多分露出が少ないからじゃないカレンさんが着ているみたいな丈の短いジャージならまた違った風に見えるかもしれないわね戦場小原先輩はスタイルがいいから似合いそうだな先輩をおだてるのはやめなさいよカンバル私はスタイルがいいからどんな服を着ても似合いそうだなってどんな服を着てもまでは言っていないのだがところでジャージの語源って知っているジャージに語源なんてあるのか イギリスのジャージー島から来ているらしいわよほうイギリス由来と聞かされるとなんだかレディースジェントルメンな感じがしておしゃれ度が増した気がするなまあジャージも運動着だというだけでおしゃれなものはおしゃれだしね高いものは高いしだからといってさっきのカレンさんは怒りすぎだけれど私背中向けているからわからないんだけれどそのカレンさんは今どうなっているのああ倒れている。 倒れているし、財布を取られた。ほーら、私の言った通り、カイっていうのはそういうやつなのよ。私の言った通り、だから言ったでしょ。私に任せておけばいいのよ。カイのことは全部分かっているんだから。そんな先輩風を吹かされても、カイにしてやられたという点においては、カレンちゃんも戦場ヶ原先輩も大差ないだろうに。しかし、なるほど。ここでカレンちゃんと出会っていたから、荒々木先輩の名前の漢字を知っていたのだな。で、これでそろそろ A パートはおしまいかしら。うん、そんな感じだ。 <laughs> では、いよいよ、私の出番というわけね。まあ、あなたの出番は B パートにもないのだがな。A パート終了。さらば、回帰。 では、B パート開始ああ、和むわ。羽川さん、和むわ。もう本当、一生羽川さんだけ見て暮らしたいわ。戦場小原先輩、そんなに羽川先輩のことを好きだったかむしろどこか苦手としていたはずでは。その辺は時間でも軽くあるけれど、でもどうなのかしらね。ネタバレになるかもしれないから、やっぱり控えましょうか。いくらネタバレを避けるのが難しい世の中になったとはいえ、副音声でネタバレされるほど、がっかりすることはないでしょ 羽川さんが髪を切った理由や髪を切った経緯については説明しておかなくていいのかなここを逃せばもうチャンスはないと思うが。そうね。そもそも私は実は羽川さんの断髪について語るためにこの第2巻の副音声を引き受けたんだったわ。そんな理由で引き受けたのか前作を見ていない方はご存じないでしょうけれど、羽川さんはもともと三つ編みメガネだったのよ。三つ編みメガネを普通の単語みたいに使うけれど、それ一般的にはあまり言われて嬉しい表現ではないぞ。 ザ・生真面目みたいな三つ編みメガネな羽川さんは、しかし前作のラスト、翼キャットにおいて、まあ、いろいろあって、そして髪を切ったのです。メガネもコンタクトにしたのです。説明するために副音声を引き受けた割には、随分とざっくりした説明だったが、 いやというより何も説明していないに等しいけれど。詳しく説明しすぎるとネタバレになるのだろうが、もうちょっと突っ込んだ話をした方が良いのではないかそうね。じゃあ裏話。実は羽川さんの三つ編みを切ったのは荒木ららくんなの。彼女が笑顔で散髪用のハサミを渡して、荒ららぎくんに髪を切らせたの。怖いわよね。それは、化け猫のような執念を感じるな。 おしのさん。おしのさんの話ね。本当におしのさんは今頃どうしているのだろうな。なんだか荒ぎ先輩はまるで死んだ人のように扱っているが。絶対見守ってくれてはないと私は思うけどね。忘れてるんじゃないかしら。だとしたら結構ショックな話だな、それ。まあ、荒ぎ君の場合は、私やあなたとはおしのさんに対する見方が違うからね。男の友情というやつか何を興奮しているのよ。 男の友情というよりは、男の確執といったところでしょうね。私とカンバルとの間や、私とハネカーさんとの間にもあるやつ。私たちの間に確執などないだろう。確執のない同性同士なんていないと思うけれどね。 まあでも、その辺をあまり難しく考えすぎると、人間関係しくじるから、ないってことにしておいた方がいいのかもしれないわ。はいはい、私たちは、互いに思うところがない仲良し団です。本当にあなたはまっすぐ生きられない人だな。いや、子供の、本当に子供の頃は、それなりに素直なお子さんだったはずなのだけれど、私の幼少期に一体何があったのかしらね。まあ、私たちの人生本気で語り出すと、本気で暗いからな。何でもは知らないわよ。 知ってることだけ。来た名言嬉しそうだな。とにかくこのセリフ、私の前では言ってくれないのよね。荒ぎくんの前でしか言わないんじゃないかっていう疑惑さえあるわ。そんな疑惑があるのか。私も何とか言わせようと頑張っているのだけれどね。何でも知らないわよ。知ってることだけ。でも知ってることは全部教えてあげる。もらなかったか、今。たとえ荒木先輩が相手でも、羽川先輩はそんなことは言わないだろう。 ただまあ、羽川さん、さっきの話じゃないけれど、怖い時は本当に怖いからね。あんまりしつこくすると、本当に教えられちゃうもの。現実の厳しさを。私だったらそれすらも教えてほしいと思うがな。あなたには私が教えてあげるわよ。現実の厳しさを。その場合、教えられるのは、戦場ヶ原先輩の厳しさであるような気もするけれど。羽川さんが帰ってしまったわ。 あ、でもね、私は荒木くんのこういうところが好きっていう話をすると、この緊急事態の中においても、ちゃんと羽川さんの帰り道を安全なところまで見送るというあの気遣い。ああいうところがたまらないのよ。威風堂々と語られたものだな。優しいでしょいないでしょあんな優しい男。あれ、実は私の彼氏なの知ってた帰ろうかな大人も私は止めない気がするな。ピッチリーズ そんなシリーズあったっけ何を言っているのだ、戦場ヶ原先輩。いつも話している、あれだよ。いつもあなたが管を巻いているあの虐待もない話には、シリーズ名が付いていたの。虐待もない話とは何だ不満ならば、役に立たない話、と言い換えるわよ。期待高まる話、と言っていただきたい 何言いなさいを聞いてあげるから。髪をほどいてもらうために、クイッと首を上げるこの動作最高にエロティックだとは思わないか、戦場ヶ原先輩わからないわからないわからない。ないないまあ、このシーンは極まっているが、女子が男子に髪をほどいてもらうというシーン、最高にエロスだあなた、マニアックなのもいけるのね。 ストレートなすっぱだかが好きなだけの子だと思っていたわ。それはそれでひどい偏見だが。ああ、私も髪をもうちょっと伸ばして縛れるようになれば、荒ららぎ先輩からほどかれたいものだな。じゃあさっきの、羽川さんが荒らくらんから三つ編みを切られた時のエピソードとか、執念っていうよりは、本当はエロチシズムを感じていたのね。切るとほどくとでは若干意味が違うとも思うが、まあ、その辺語らせると長いぞ。では語らなくていいわ。 荒木先輩は妹を脱がすことに躊躇なんかないんだな。いや、これは私たち、実際の兄弟がいない人間の感性なのかもしれないけれど、もうちょっと何かあるわよね。いくら家族でも。行動だけ見ていると、看病として文句のつけようはないのだが、なんだか盲点をつかれているような気がする。普段の様子が読めないわよね。普段、つまり日常の荒木兄弟って、どんな雰囲気なのかしらね。カンバル、あなた知ってる 全く知らないわけではないのだが、まあ家の中って密室だからな。私の預かり知らないところで何かが行われていても不思議ではない。荒ぎくんは一貫して仲が悪い仲が悪いと言い張っているんだけれど、正直そうは見えないわよね。荒ぎくんの悪態も本当ツンデレにしか見えない。 これが正しいツンデレなのだとすれば、戦場ヶ原先輩はツンデレではなく、ただの性格の悪い人だよな。私をただの性格の悪い人だというのはやめなさい。根っこのところは純真な女の子という大義名分があるから、私は荒木君から執行猶予を与えられているところがあるのだから。荒木、はい、先輩から執行猶予を与えられているのか。このままだと執行猶予が執行してしまうわ。今ので執行したのではないかえつまらないギャグを言ったら執行猶予って執行するの それ、法律が厳しすぎない年取ったらみんなアウトじゃない執行猶予が余裕で執行されちゃうじゃないそういうことを言ったらダメだと言っているのだただ逆にね不思議に思うこともあるのよ私もお何をだ何を不思議に思うのだ荒々木君は一体何が良くて私なんかと付き合っているのかしら卑屈だー戦場か原先輩が卑屈だーこんなひねくれた女の何がいいのかしらそれが分からないと結構不安になる 何しても笑って済ませてくれるし、何しても許してくれるし、何なのかしらね、あの男は。あそこまでされて、どうして私のことを嫌いにならないのかしら。そんなマジトーンで相談されても、私に答えられる質問の範疇外だろう、どう考えても。拉致監禁なんかしたら、普通そのまま別れ話でしょ逆にあそこまで優しいと、私のことなんか本当は何とも思っていないんじゃないかとさえ思えてくるわね。相談が重い。私にそういう相談を持ちかけるというのは、重さを差し引いて でも結構残酷なことをしていると思うぞ戦場が原先輩ねえそんな残酷な女と荒々木君はどうして付き合っているのかいつまで愛想をつかさずに付き合っていてくれるのかそれが不安なのよ話がそれないどれだけ不安に思っているのだ私愛されすぎて不安になるの腹の立つ不安だな この不安は男と付き合ったことのない女子にはわからないでしょうね。やばい尊敬する戦場小原先輩に本気でイラッとしてきたそうそれ。なぜ苛立たないのかを聞きたいのよ。とにかく話がそれないな。うーん。M なのかなのそれ以外の答えをできれば見つけてほしいの。い見ろこれは無敗ああ、体目当てというわけでもなさそうだ。この通り、おっぱいにも無反応だしな。あれは私のおっぱいではないけれどね。 むしろ、見下げ果てるような目をしているわ。羽川さんのおっぱいを知っている荒木くんは、波のおっぱいでは動じないでしょう。羽川さんのおっぱいを知っているって、あの二人に何かいかがわしい関係があるような物言いはやめた方が良いと思うぞ。ま、まあ、いかがわしい関係があるのかないのか、私は本当のところを知りませんけど、不安の理由の一つに明らかに羽川先輩があるな。 荒々木先輩が戦場ヶ原先輩のどこがいいのかというのは、もう私のお呼び知るところではないけれど、しかし、あれだけ私が露骨に誘惑してもブレないのだから、そんな気持ちに偽りがないことは確かだと思うぞ。露骨に誘惑しているというのは聞き捨てならないけれど、ここではとりあえず聞き捨てるとして、例えば M だったとしましょうよ、荒々木くんが。性格の悪い私が好きだったとしましょうよ。それって結構やばいわよね。やばいとは荒々木先輩の趣味思考画か それもだけれど、つまり私の性格が良くなったら、その時こそ別れ話ということでしょダメなところを認め合えるのがいい人間関係だと言うけれど、でもダメなところを好きって言われたら、欠点が直せなくなるわよね。一応自分の性格の悪さを欠点だと思ってはいるのだな、戦場小原先輩は。 それは本当に心配しなくとも、荒々木先輩は戦場ヶ原先輩の悪意を吸いているわけではないと思うぞ。会うたびに暴言を浴びることについては、毎晩枕を泣き濡らしていると言っていたが、泣くほど傷ついているんだったら、それは言ってほしい。戦場ヶ原先輩、重い相談は収録が終わった後に、食事でもしながらじっくり聞くとして、そろそろ B パートも終了しそうなのだが。えあら、もう。 もうおしまいこの際もっと聞いてほしい相談がいっぱいあるんだけれど。だからそれは収録後に聞くから。最後くらいはちゃんと画面に合わせよう。ほら荒木先輩のかっこいいセリフで本編が閉まるから。荒木くんがかっこいいのそれはぜひ見なきゃ、ぜひ見なきゃ。かわいいな。さあここね、どんな男前のセリフを言うのかしら。今からお前と、キスするぞ。嫌だ、超かっこいい。って、妹相手よ。リパート終了 では、最後のエンディングテーマだ戦場ヶ原先輩、今回は副音声、きっちりやりきったなちょっと待って、ちゃんと説明して、なぜ私の彼氏は妹さんにキスを迫っていたのあの後したの本当にしちゃったのちゃんと見ていないからわからないのが戦場ヶ原先輩。あれは、風はキスでうつるという都市伝説を利用して、会の毒を荒々木先輩自身に移そうという、今はばいつもの献身的な自己犠牲なのだ。へえーって。 全く納得できないのだけれど彼この翌日つまり時間で私に会いに来るのよね妹にキスをした後とどの面下げて私の前に来るのかしら納得できようと納得できまいとあと数分で副音声を締めなければならないのだが花な,なら第3巻も千両ヶ原先輩が副音声を務めるかい,いえさすがに疲れたわ2巻連続って激しかったわ 羽川さん前作で本当に大変だったのねというかもう誰がやるかスケジュール的には決まっているんじゃなかったかしらおやそうなのか そうそう確か八九時迷いちゃんとそれに吸血鬼ブちゃんかほう少女と幼女が副音声をお届けするわけだなこれは期待が高まるなあなたが高まっているのは期待ではない気もするけれどまあ良いでしょうバルハラコンビの副音声前作でやった時に比べて今回は真面目すぎてがっかりしている人も多いかもしれないわねいやいないと思うその点において私たちは期待に応えきったと思うあらそう だったらいいのか悪いのか予告はカレンちゃんだ予告の長さはまちまちなのだよな そう。じゃあ、若干巻きで締めのご挨拶ね。それでは皆様、ご清聴ありがとうございました。今回は、話が缶をまたぐパターンでしたので、先の展開に触れられず、やや言えないことも多かったんですが、その分、雑談に花が咲いたのではないでしょうか。雑談に花が咲いては、本当はダメなのだがな。この後続く、カレン B かっこゲで、まずはこのお話はおしまいとなります。私とカイキとの決着もつきます。そして、私と荒木君との関係にも、まさかの進展が、うふ。願い事、 残り1個使っちゃおうかなというわけでアニメ偽物語「カレン B かっこ中副音声のお相手はバルハラコンビ戦場ヶ原ひたぎ様と「エロかエロイエロエロったらエロイエロ」「カンバルスルガ」でした原型は何よそのセリフさすがにおしのさん怒るわよ怒って帰ってくるわよアス,ーーアスタラビスタ にこの白魚の白ような手を使ってね怖いぞ、千条ヶ原先輩。本当にあなた、そのうち首じゃなくて手首を締められるわよ。手じゃなくて手錠でね。ああ、でも私は荒ぎ先輩ほど手錠は似合わないだろうな。あなた、腰縄が似合いそうよね。ああ、猿だけに。別に私は左手が猿なだけであって、私自身がお猿さんなわけではないのだが。だったら、反省以上のことをしなさいよ。いや、でもな、千条ヶ原先輩。反省の、正の字。 帰り見るという字は「少なめ」と書くだろだから反省は「少なめ」でよいのだその上に「反って字があるでしょ少なめの反対だから多めにしなさい理屈で論破された多めに反省することでようやくあなたは物語をたためるというわけああここ面白いから聞こう何よ5人えなあ面白いだろ5人ってなあ荒ららく君そんなに友達いたの5人嘘 五人え、戦場バ原先輩はそっちサイドで驚くのかやだ。なんだか荒々木くんに裏切られた気分。五人って言ったらあれでしょ手足で言えば二十本でしょ指の数を数えたら百本よ。なんだか数え方が猟奇的な気がするのだが、いや、間違ってはいないし、指の数を数えているだけなのだけれど、数えられているのが私たちの意味だと思うことがある。 裸っていう字に敏感に反応するだけじゃなくて、感じが似ていたらそれでいいのね。だったらもう、ふんどしでもいいんじゃないのふんどしはふんどしのままでも反応する。そうなんだ。 どうやらら首を絞められたいよ荒く君が月日さんの首を絞めようとしているわどうしたのだろう月日ちゃんが何か褒められるようなことをしたのかなどうしてそうなる荒ぎ先輩に首を絞めていただけるなんてそんな栄誉はなかなか賜われるものではないだろう羨ましいな月日ちゃん私もいつか荒ぎ先輩に首を絞められたい私でよければ今すぐ絞めてあげるわよ本当に今すぐ今この場で直後に珍しくこの私が武器を使わずに では、カレン B、その後。始まり、始まりだな。先に聞かせてもらっていいかしら。あの詐欺師はどれくらい出てくるのがっつり出てくるって言っても、相対的には一瞬なのよね。3秒くらいでしょ ?3 秒を出番と言っていいのかうーん。千場ヶ原先輩、これは非常に言いづらいことなので、覚悟して聞いてほしいのだが。何よ、その怖い前振りは。A パートが全部帰帰た帰らせていただきます。また大人に怒られるぞ大人を蹴散らして帰るわ。 幸いこの手のスタジオは文房具に溢れていることだしね。ただまあ逆に言えばエパー,ートだけだから、このアバンは問題なく見てもらえる。あららぎくん、一向に服を着ようとしないのだけれど、彼は同じ屋根の下に羽川さんがいることを忘れているのかしら <laughs> うん、忘れているのだ。だからひどい目に遭う。ひどい目に遭うというか、ひどいものを目にするのが羽川さんじゃないのいい感だな。 月さんは別に普通って感じだから、荒ぎ家においては取り立てて珍しい姿ではないんでしょうね。荒ぎくんのこのスタイルは。これでよく私の露出を責められたものだな。それはそうね。大体いい物語シリーズには家の中では裸派が多すぎるわね。裸っていう字とくるぶしっていう字は似ていてな。文章を読んでいて足のくるぶしみたいな表現があるとどんな足ェチだ